ベリー降の糸も豪華なる。自当初より6月6月は、グレゴリオ歴で年の第6の月にあたり30日ある。日本では、皆月とも言う。ただし、本来は、陰歴6月の衣装である。英語名では、ジューンという。ローマ神話のユピテルの妻、ユノから取られた。ユノが、結婚生活の守護神であることから、6月に、結婚式を挙げる花嫁を、 ジューンブライドと呼び、この月に結婚をすると幸せになれると言われる。しかしながら、少なくとも、ヨーロッパのカトリック教徒の多い諸国では、ギリシャ神話やローマの異教の神々が、ヨーロッパの人々の生活に影響を与えるというのは、考えにくいという説もある。日本におけるジューンブライドは、6月の雨が、多くジメジメした薄暗い雰囲気で結婚する人が、 少ないことに困ったブライダル業界が1970年代頃から始めたものであり、それまでは知られていなかった。夏の始めである。北海道を除く各地では、梅雨の時期であり、降水量が多い。水月の由来には、諸説あるが、水月の、無は、無を意味する、連帯女子、なであり、水の月であるとする説が有力である。神月の、無が、ので、 神の月を意味するのと同様と考えられる。田植えが終わって田んぼに水を張る、必要のある月、水張り月、水月であるとする説もある。文字通り、梅雨が明けて、水が枯れてなくなる月であると解釈されることもあるが、これは俗説である。他に、田植えという大仕事をし終えた月ツ、みなし尽くしであるとする説、などもある。 2016年から2018年までの3年間、日本では6月は祝日がない唯一の月となっていた。また、過去にもこの月に祝日が存在したことがない。これは、皇室由来の節目の日もなく、庶民の生活も農半期で晴れの行事がなかった点が影響している。一部で時の記念日などの休日化を目指す動きがある。また、沖縄県では、 沖縄戦の組織的戦闘が終結した6月23日に沖縄戦の戦死者を弔う異例の日を設け地方公共団体の施設の休日としている。労使弁護団全国連絡会議は労働者の過労死が6月に多いため厚生労働省に2001年6月8日祝日のない6月に祝日を新設することを申し入れたことがある。しかし、 この一方で、日本は諸外国より祝日が多すぎる。これ以上祝日を制定しないでほしい。祝日にふさわしい日がないなどの理由により、祝日の制定に否定的な意見があり、祝日を所管する内閣府も6月に祝日の制定することを検討していない。なお1993年には、皇太子、ナルヒトシンと、小和田雅子の結婚の儀により、 6月9日が休日とされた。フィクション作品では、漫画、ドラえもんで、ドラえもんの秘密道具の一つである、日本標準カレンダーを使って、独自に祝日を制定するエピソードがある。椅子作れ好き、遠洋、風待ち好き、顕微好き、水月、酢くれ好き、蝉野厚木、田、梨好き、単月、常夏好き、なるか水き万月。 復月、松風月、皆月、陽氷。ありがとうございます。